こんにちは、森有です。はい、今日は100均縛りメイクをしていきたいと思います。で、また今日もですね、あと10分で家を出ないといけなくて、どんな胸筋のおせ、なんで最近メイク動画増えてんのみたいな感じあるでしょ。夏なので活発に外に出だした証拠です。9月から私の例の恒例イベントがあるので、その時はちょっとグロテスクなものを覚悟で皆さん見てくださいということで、今日は100均縛りメイクいっていきたいと思います。レッツゴー。はい、やっほー。こちらの今日はこのパフでやるんですけど、あのこういう形のやつあるじゃん、ひょうたんみたいなやつ、みんなが大好きなあのひょうたんみたいなパフ、あれ買ってきたのにね、まだなくて、これのために使おうと思ってたのになくて、なので次見つけたらやりたいと思います。これどんな感じなんだろう。おーすげー、あ、すごいね、カバー力が。また気持ちいいね、この鏡。めっちゃカバーできてる。ほら、そしてアイブロウを描きます。またね、まだまだティントが取れないので合わせるだけです。ここはちょっと欠けてきてるので、ごめんね、なもう喋らないで、めっちゃ真剣なの。あとちょ、やば、本当にやばいって。はい、そしてこちら、何も言わない、バイマスです。で、こちらピンクになっちゃったアイブロウ。さっきのでバリ隠れたんですけど、ここのあのくすみとかシミ的なそばかす的なやつを消すためにコンシーラー。まずここのアイホールの部分にこのゴールドをバーッと入れていきます。そしてこの間作ったクリームチークを入れていきます。あ、クリームチーク兼クリームアイシャドウ、めっちゃ発色が綺麗。ほら、これの作り方は下の概要を見てみてください。でこのブラウンをボルドーのラインをここに入れていきます。今回は、目尻にしか引いてないんです。取れた時にすごくブワーって感じになりそうなので、すごい顔した気がする。そしてこちら赤のあの目のやつじゃなくてこれなんですけれども、これに託してみます。こちらです。がっつりつけていきます。ちょっとフェードアウトしますね。あ、ついたついた、よしよし、ついたついた、つけー、頑張れー。こんな感じでつけてますよ私。うわーうわー、間に合わないよ。ちょっと今日暑いので、なんかみんなこのスタイルがいいって言ってくれてる方がいらっしゃるので、ここに編み込みをしたいかなと思います。ここがやっぱね、前髪がないから残っちゃうので、髪を立てないといけない。ここがね、前髪がもうここで立つのが終わっちゃってるので、ブワードのピンク、リップはリップはリップです。サムピンクです。これどういう色なんだろう。あ、これは発色いい。お、発色良き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 。リップグロス最後に塗ります。おお、トゥルトゥルや。こちらチークとして使います。はい、できました。はい、ということで100均縛りメイク完成でございます。今日は編み込んだだけなので全然何もアイロンとかもしてないですけれども、これでこれからはい撮影に行って
思います。ということで、マリアリでした。皆さん、せーの、おつあり、バイバーイ。